どうもエレラルです、よろしくお願いします。いや僕ね、はいはい、あの漫画の花田少年誌、うん、はい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 、あれめちゃくちゃ好きなんですよ。まあ確かに面白いですよね。でも実はね、うん、僕もこの前ちょっと事故に遭いまして、えで怪我してから霊が見えるようになっちゃったんですよ。え、一路と一緒じゃん。そうなんですよ。そうなの？だこの前もね、うん、女の子の霊が来て、はい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 、はい、ね、自分のね、うん、こう好きな人のところに行って、うん、自分が作ったね針金細工をもらって、うん、あるところに埋めてほしいって頼まれたの。え、雪みたいな感じじゃん。そうなのよ。え、そんでどうしたの？断りました。なんで？ね、もうちょっと面倒くさくて。やってやるよそれくらいじゃ。いやなんかその取り行くだけとかだったらいいんだけど、うん、好きな人も探さなきゃいけないでしょ。俺がそうですよ。で取り行って、うん、なんだ埋めなきゃいけないでしょ。うん、そんな一気にはで無理よ。いやかわいそうだって、やってるよ、そんなの。無理無理無理、取り行くとかだけだったらよかったけど、いや頼みすぎだって言って。いや断るパターンあんの？それ頼まれて無理無理無理、ごめんなさいって。いやかわいそう、面倒と思って。いや雑すぎるだろそんなのさ。あとね、うん、あの一生に一度は、うん、こう女のこう、うん、胸にこう顔をうずめてみたいっていう、うん、その童貞浪人野郎の例も来たのよ。おっぱい降りたみたいな。そう。あ、そう、うん、え、それどうしたの？もちろん断りました。なんでだよ。だから気持ち悪いじゃないですか。だっていや、そうかもしんないけどさ、胸に頭をうずめてみたいの。いや、でもそのエッチしたいとか言うよりか可愛らしくていいじゃん。エッチしたいのがまだいいでしょ、割り切ってて。そっちの方がいいの？それだったらもうやったろうよってなるけど。なんでやってるってなるんだよお前。いやちょっと恥ずかしいですよって。そんな、いや、まあ、そうかもしんないけど、胸に頭をうずめるなんて。いや、いいじゃん。しかも、なんか聞いたら俺の体を使うっていうの。いや、そうですよ、それはめちゃくちゃ恥ずいでしょ。いや、まあそうかもしんないけど。いやいや、俺だって何かあったら捕まんの俺だよ。え、何の心配してんだよ。そいつなんか見えないんだから、みんなから。いや、そりゃそうですよ。いや、僕があの例に言われてとかって変態野郎だから。それは変態かもしんないけど。それはすいません、犯罪できませんって言って。いや、それは一瞬ぐらいやってればいいでしょ。断りましたよ、それはもう。さすがに断っちゃう。なんで断んのよ。変なやつだからですよ。いや、まあそうかもしんないですけど。あと、うん、女の占い師の例も来て。あ、マダムカトリーヌみたいな。そう、だから生前にやった自分の占いを正してほしいって言われてさ。あ、一緒ですね、なんかね。そう、うん、それ練習させられた俺いっぱい。練習？うん、ムス福田です。あ、じゃあ、ムス福田、あ、じゃあ、ムス、あ、ムス、あ、どうす、ム、あ、断りました。諦めんな。なんで言えないのよ。ちょっと難しくて。いや、ムッシュ言えるでしょ、絶対。ちょっと、まあ、ハードル高かった。ハードル高くないでしょ。僕にはハードルが高くて断りました。なんでムッシュが言えないのよ。すいません。すいません。すいませんじゃないんですよ。あと、うん、自分が死んだことによって、うん、落ち込んでいる母親を元気づけてほしいという例も来たの。うん、あ、ひまわり小僧みたいな。そう。うん、これさすがに言って。あ、言ったのそれは。行きました。あ、聞いてあげたのに、なるほど、いいじゃない。で、行って、うん、そのお母さんを口説きました。うん、なんで？なんで口説いちゃうの？なんかちょっと魅力的で。いや、魅力的じゃなくて、はい、目的忘れないで。散々口説いたら、うん、まあ行けました。行けたんかい。行けました。まあ落ち込んでるからね。いや、最低なこと言わないで。落ち込んでる女性行きやすい。いや、行きやすい、そういうことじゃないですから。行けましたよ。じゃあそれ元気づけるか、はい、その漫画だったらひまり抜くとか、はい、そういうことやってんのよ。ある意味抜いてもらいました。やめろお前。やめろよ。そういう感じじゃなかっただろ、あのお母さん。そういう話じゃないんです。そういう話じゃないですから。そういう話じゃないんですか。何やってんのよ。あと、あの全身もう全裸、うんうん、じいちゃんチンチンジジイね。俺もバーってやってきた、うん、はい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 、はい、無視しました。いや、まあそりゃそうよ。絶対無視です。いや怖すぎるもん、そんなの。見えないふりしました。見えるけどね。見えないなと思って危ないなと思って、まあ、見えたらやばいことになるなと思ったんで。いや、まあ、まあそれはね、まあ賢明かもしれませんけど、例じゃなくても無視します。いや、それ当たり前よ、はい、怖すぎるもん、はい、そんなのは。そこは無視しました。まあまあそれはいいでしょう、はい、別にそこはね。あと、やっぱ一番その思い出に残ってるか、うん、まあ一番最近の話なんだけど、うん、あのいきなり俺にキスしてきて、うん、俺と結婚したいっていう。ああ、リンコみたいな。そう、うん、したらさ、キスしてきたもんだからさ、はいはいはい、キスだけじゃ終わらなくて。やめて、だからそういうので結局俺なんかもうゲッソリしちゃって、うん、どんだけやったんだよお前。みんなからこう心配されちゃってさ。心配されたんだ。大丈夫、心配することないですよ。いや、そりゃそうよお前。これ全然本当に、まあ大したことないんです。大したことないんです。やりすぎなんで言ったの。いやいやいや、やりすぎなんでって言ったの。やりすぎなんでって、ゲッソリしたのやりすぎなんで。やりすぎ、自分の問題ですって言って。全部言ったのね、そこはね。全部言いました。何やってんのさっきから本当ずっと変なこと言ってるけど。お前本当に花田少年誌好きなの？めっちゃ好きですよ。あ、そう、はい、じゃあ一番好きなキャラクター誰よ？デブスマン。いや、一郎の姉ちゃん。もういいよ。どうもありがとうございました。